皆様ご機嫌いかがでしょうか。どうもサンティです。動画が始まっていきなり、大変心苦しいのですが、皆様にお伝えしなければならないことがございます。私サンティは本日をもって、公式キャラクターで悪ふざけをする動画の投稿を中止。ラウルフルーチェ！ということで、本日のお題は待ちに待った、ラウルフルーチェです。実はこのラウルフルーチェは本当は作る予定は一切なかったのですが、来年視聴者様に事前に取ったアンケートで、ピザ山と抑え堂々の1位に、しまい、作らざるを得ない状況になってしまったので、作ることになりました。これが定めさ、知りながらも突き進んだ道だろう。とにかく、視聴者さんの期待を裏切らないためにもやるしかない、レッツ、クッキング。そもそも、フルーチェでキャラクターを作るのなんて不可能では、そう思った視聴者様は多いと思います。しかし、サンティはクッキングにおいて、不可能を可能にする男、です。いつも通り、工夫とアイデアを駆使し、この局面を乗り越えてみせます。ということで、まずはフルーチェを用意します。検討に検討を重ねた結果、フルーチェのイチゴ味ではなく、ピーチ味を選択することにしました。イチゴしか知らないあなたが知らぬさ。所詮人は己の知るフルーチェしか知らぬ。ピーチ味を選んだ一番の理由は、数あるフルーチェの中で一番白色に近かったからです。まずはフルーチェを容器に移します。ザルを用意し、フルーツの果肉と液体を完全に分離します。桃取り出した桃は美味しいので食べましょう。桃が持ってりゃ嬉しい。ただのコレクションじゃない。桃出なきゃ。競いネタに憎んでその桃を食い合う。純度 100% のフルーチェの素が出来上がりました。これを通常の手順で完成させます。フルーチェになるのは好きだったがね。だがラクス城はヒラ君のように優しくはない。許しません。なんてパワーだ。強力な兵器。これで具なしフルーチェが完成しました。涙と悲鳴は新たなるフルーチェの呪しとなる。このフルーチェを容器に取り分けて、食紅で色付けを行います。今回必要になる色は、肌の肌色、髪の毛の黄色、目の水色、返事をしろ！キラー！仮面の白、口の赤色の敬語色です。使用する色が普段より多くて大変です。それぞれ必要な色の調色が終わったら、フルーチェをすぐに冷凍します。フルーチェは完成後は、あまり長持ちしないので、できる限り早く冷凍しましょう。人の方、ここに極まれりだな。チノコ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 、やったー。チノコ使わなきゃ。翌日、冷凍したフルーチェをレンジで半解凍しました。ここから使用するのは冷凍したフルーチェのみです。ここまで来て、視聴者様もようやくサンティが何をしようとしているか分かってきたと思います。そうです。フルーチェを無理やり融合させて、クルーゼのフルーチェアイスを召喚するつもりです。正直、いろいろと無理があることは私自身100も承知です。しかし、私が始めた物語です。私の手で終わらせます。そうやってお前は、終わらない戦いを続けるわけか。まずは手で顔部分の形を成形し、バリマシで口出しにします。事前に無理があると思っていたものの、やはり無理がある。このフルーチェアイス、溶けるスピードが速すぎる上に水分をかなり含んでいて、触っていると数秒間で液体が流れ出てきます。これはもう完全にスピード勝負です。顔部分の成形が完了したら、一旦再冷凍して、再度作業に取り掛かります。冷凍するたびに汁が染み出てくるので、ここから一気に完成まで持っていきます。まずは髪の部分から取り掛かります。経験上髪の毛は、他の部位に比べて一番簡単なので、まずは準備運動がてらの髪の毛です。そして私は、あまたのクッキングの試練を乗り越えてきたサンティです。こんなところで敗北するわけが。この、バッタ野郎！バッタ！あなたは、君の歌は好きだったがね。やってしまいました。完全に一般バッタになってしまいました。知れば誰もが望むだろう。のようになりたいと、のようでありたいと。もう髪の部分のフルーチェは液状化が進行しており、どうすることもできません。こうなったら他の部分で挽回するしかない。本当なんでいつもこうなるんだよ。目を閉じて想像してみてください。今日は今年最後の夏祭り、そしてあなたの大切な恋人との初デートの日でもあります。あなたは恋人と、お祭りの屋台を一通り楽しんだ後、会場から少し離れた神社の石段に腰を落とします。先ほどの祭りの騒乱とは打って変わり、二
二人の間には静寂が立ち込めました。お互い沈黙の中、恋人の手があなたの手に触れます。これからも、ずっと一緒にいようね。ラウルフルーチェ、ついに完成いたしました。もう誰にも止められはしないさ。このフルーチェを追う。憎しみの渦はな、手心が良かったからという理由でアンケートにぶち込んだのが始まりですが、まさか本当に実現できるなんて。ただ今のラウルフルーチェの姿は完成かっこ仮です。これからラウルフルーチェは究極完全体へと変貌を遂げます。皆さん、衝撃の瞬間に刮目していてください。非常に強固にくっついていてなかなか取れません。核の上は大艦砲で、うおおおお、取れました。素晴らしい、素晴らしすぎる。こんな重厚感のある棒付きアイスを見たことがない。ちょっと空気に触れすぎて表面が白くなってしまったのがネックですが、気にしないでおきましょう。さて、早速ラウルフルーチェを持って視聴者さんに自慢しよう。は？なんてこった。本当にショックです。棒付きのラウルフルーチェをもっと見せたかったのに、とりあえず、できるだけ修復してみました。やってしまったことはしょうがないので、このまま味のレビューに入ります。いただきます。甘い。っていうか、ラウルフルーチェはフルーチェそのままなので、どう考えても美味しいに決まっています。それに加えて、フルーチェをアイスにしているので、今の時期のような暑い夏に食べると美味しさに倍増しですね。サンティが食べている間に、視聴者様が投稿してくれたイラストを紹介します。ペンネーム、リボンウサギさんの投稿してくれたイラスト、ピザヤマトを焼いたラクスクラインを描いてくれました。全体的な優しい色使いがとても気に入りました。ピザヤマトも実物よりも可愛いです。リボンウサギさん、素晴らしいイラストをありがとう。ペンネーム、アイダマケチプさんの投稿してくれたイラスト、ピザヤマトをそのまま頬張るラクスクラインを描いてくれました。ピザヤマトの迫真の表情が素晴らしいですね。アイダマケチプさん、素晴らしいイラストをありがとう。ペンネーム、ピスタさんの投稿してくれたイラスト、ラウルフルーチェを作る、ラウルクルーゼを描いてくれました。西洋の名画をオマージュしてくれていて、気品を感じられるイラストです。ピスタさん、素晴らしいイラストをありがとう。ペンネーム、ドラゴンのハンターさんの投稿してくれたイラスト、ラクスの作ったピザヤマトを見せつけられて、よくわからんがムカついているオルフェを描いてくれました。素晴らしいクオリティとシチュエーションですね。ドラゴンのハンターさん、素晴らしいイラストをありがとうございました。最後の一口です。さようなら、ラウルフルーチェ。ごちそうさまでした。ということで本日の動画は以上なのですが、先日、無事チャンネル登録者様が9万人を突破いたしましたので、ここでお礼を言わせてください。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。よければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。だが世界は、フルーチェのように優しくはない。